皆さんこんにちは、スミヤグッティの音楽教室でサクソフォンの指導をしている、池谷隼人と言います。この動画では、サクソフォンの演奏に必要な、もちろん他の楽器もそうですが練習をすると思うんですけど、その練習に、役に立つ情報を少し公開してみたいと思います。で、今日はロングトーンについてです。ロングトーンというのは管楽器の上達には欠かせないメニューだと思うんですけど、ちょっとつまんないとか飽きるとか、退屈だとか、そういうふうに思うんじゃないかと思うんですね。で、しかし練習の方法を工夫したり、ちゃんとこう目的を持ってやるとですね、ロングトーンというのはとても、役に立つし、最短で上達する練習メニューの一つなんじゃないかなと思うので、その考え方をご紹介します。なぜロングトーンが大切なのかというと、一度にたくさんのことを同時に考えやすい、そういうシンプルなメニューだからなんですね。曲の練習中だといろんなことを考えなきゃいけないですよね。指動かすとか、どのくらい伸ばすんだっけとか、管楽器だったら、タンギングをしようかとかですね、いろんなことを同時に考えないといけなくて、とても難しいわけですけど、ロングトーンならもう音を伸ばすだけなので、とてもシンプルな練習メニューですから、なんかいくつかのことを同時に考えて練習できて効率がいいということですね。では、まずロングトーンの練習の、コツですけど、何かね、目的を持って練習してほしいんですね。ただ何かやってくれと言われ、やれと言われたからやるっていうことではなくて、自分のどんなところを伸ばしたいのか、どんなところを強化したいのかとかね、どんなことを克服したいのかっていう、何か目的を持ってロングトーンしてください。その目的に応じて練習メニューは変わると思います。まず一つ目ですけど、音をまっすぐ伸ばすという目的でロングトーンをするということがあると思います。これ初心者はね、必ず通る道だと思うんですけど、なかなか難しいんですね。伸ばしていると音が揺れてしまうとか、そういうことがあると思います。それはなぜかというと、口のね、こうセットアンブシュアと言いますけど、それが安定してないからっていうのが一つ、それから息がまっすぐずっと一定で、入れられないという、息が安定しないというのが二つ目の理由だと思います。これを解決するために一つメニューを考えてみました。ポイントはですね、あんまりロングじゃないロングトーンです。短く伸ばせれば、それをどんどん長くして練習していくんですね。最初は短い音から始めてみてください。短く伸ばせなく、まっすぐ伸ばせなければ当然長くも大変ですから、まずは短い音から挑戦します。ここに、テンポ大体72、これメトロノームで72ぐらいです。もうちょっと早くても遅くてもいいんですが、それで、1234、1234と、2小節のメニューです。2拍伸ばして3拍目で消えてください。音を消します。で、1234と次の小節は、お休みです。で、この3拍目ですね、これ3拍目で息を一旦吐いて、4拍目で吸ってまたスタート。これをまっすぐ伸ばせるかどうかやってみてください。はい、メトロノームに合わせていきます。1、2、さてどうでしょうか。2拍ならね、まっすぐ伸ばせるんじゃないかと思うんですね。で、これを3拍4拍と拡張したり、2拍が難しければね、1拍でもいいです。ぜひやってみてください。音を伸ばした後の2小節目でこう息を吐いて吸って、口のセットを完了させて、それで音を出していくっていうところを忘れないでくださいね。あともう一つコツがあります。これをですね、2拍で息を全部使い切るようにしてみてください。やっぱり存分に遠慮なく息を入れた方が、口も息も安定します。弱々しく吹いてしまうとなかなか安定させるのは難しいので、堂々と遠慮なく息を使っていく。もう2拍で息がなくなるんじゃないかというぐらい、息を入れていくといいと思います。2拍で息を使い切るのはとても難しいし、ほぼ不可能だと思うんですけど、そんな気持ちでやってみてください。続きまして、音を長く伸ばす、できるだけ長く伸ばすという目的のためにロングトーンをする場合ですね。なぜ伸ばせないのかというと、ちゃんと息を吸えてないからじゃないかと
ていうブレスが不十分であること、それから、息を、一度に使ってないでしょうかということですね。一度に使い切ったらすぐなくなってしまいます。それから音を出す時の効率の良さです。ちょっとの息で音が出れば長く伸ばせますからね。だから音を上手に出せるように、口とかね、そういうところを研究するといいのかなと思います。サクソフォンだったらマウスピースは自分に合ってますか、リードの種類はどうですかとかね、そういう道具の状態もあると思います。まあちょっと先ほども言いましたが、音を長く伸ばすためには息をたくさん吸わなきゃいけないので、その音を出す直前ですね、3拍目4拍目っていうね、まあ、今3で吐いて4で吸ってという話をしましたが、そういう吐いて吸ってっていうことを大事にしてください。吸うことばっかり考えていると意外と十分に吸えないこともあるので、一旦吐き切ってからもう一回吸ってっていうことをやってみてください。音の効率に関してはですね、音の出す効率ですね、その簡単な息でちょっとした息で簡単に音が出るっていう状況は、アンブシュアっつってね、この口のセットの仕方とか、口の中の状態とかリードの状態とかいろんな条件が整わないと難しいですよね。それも、チェックしたいんですが、そういう場合は長く伸ばすということよりも音を出すことそのものを練習すればいいので、加え方とかいろいろ試してもらってですね、あとリードの付け方もありますけど、例えばいろんな音を出してみるわけですね。深く加えたり浅く加えたり、それから押さえる力、いろんな押さえ方があると思います、上の歯と下の歯の位置関係もあると思います。そういったところで、いいと音の出し方の簡単なところを見つけると、ちょっとの息で簡単に音が出るので長く伸ばせるということになりますね。続いて、ロングトーンの3つ目の練習のポイントなんですが、音を消して息を吸って音を出すというこの3つの工程を、いかにスムーズにやるかということですね。例えばこの音は一旦消えます。消える時にどうやって消えるのか、ふわっと止まるのか、ピタッと止まるのか、それから、その後息を吸います、どうやって息を吸うのか、それから音がどういうふうに出るのかというこの3つの工程をチェックします。例えばよくある悩みとしては、この音が消える時に最後だけ大きくなっちゃう、こんな風にこういう風に最後大きくなっちゃうとかですね、音がブレちゃうということがあると思いますが、そういうのは大概息を入れている最中なのに口だけ離そうとするから、音が鳴ってるのに口が歪んでしまって音がブレるんですね、それから、このブレスですね、3拍目と4拍目で息吐いて吸うんですが、この時に上の歯と下唇を離してしまうと、次に加える場所が変わって最初に出す音が出るところがちょっとブレてしまうとかですね、変な音が出ちゃうということがあると思います。さっき出した音と違う音が出て困っちゃうこともあると思います。ということで息を吸うときには上の歯と下唇は固定した方が本当はいいわけですね。場所をできるだけ同じ位置にしてあげると同じ音が毎回出るよねということになります。もし変な音が出たら加える場所を変えた方がいい可能性もありますね。出る瞬間に音がブレちゃうというのも息がもう入っている、もう音がほぼ出かかっている時にまだ口のセットが完了してないと、それはセット中に音が出始めるので音が出る時にちょっと音が歪みます。これわざとやってるならまだいいんですけど、そうやりたくない場合はですね、やっぱり口をセットしてここを固定してから息を入れるっていう感じの方がいいですね。音をやめる時も音を出す時も口をセットしてそれから始めるっていうことですね。例えばこれもうちょっと伸ばしてもいいですね。4拍伸ばすとかですね。
今のところ72でやりましたが、これは何でも60にしてくれてもいいし、100ぐらいでやってもいいと思います。いろんなテンポで練習することがとても重要ですね。でここの4拍休むということですけど、ブレスとか口のセットにたっぷり時間を取った方がいいと思うんですね。なのでちゃんとこう休符を取ってみてください。それで冷静に口をセットしたりとか息を吸ったりとか、そういうことを考えながらやると、いいと思います。でだんだんこうもうちょっと伸ばしてみて、休みを2拍とか1拍とかって、減らしていくと、もっともっとね慣れてきたらできると思いますので。続きましてロングトーン、4つ目の練習ポイント、それはですね、姿勢とか指の形とかですね、そういったところに注目する。ロングトーンってね、なんかこう音を伸ばすっていうことばっかり考えちゃうんですけど、そうじゃなくて普段のこの体の使い方についてちょっとこう注目するっていう余裕がロングトーンならあると思うんですよね。ただ伸ばしてるだけですから、ちょっとこう違うところに注目してみましょう。例えば僕はサクソフォンだったら、もう指はね基本的にはこうアーチを描くようなこういう滑らかなね、こういうところ関節があったとしても滑らかな形にするのが一番力が抜けていいんじゃないかなと思ってます。そんな手つきでちゃんとキーを押さえているのかどうか、これこの真ん中のドじゃない音でもねぜひ試してください。それから姿勢ですね。僕は今立っていますが、座って演奏することもあります。無理のない負担のない姿勢でちゃんと演奏できているのかを確認してみましょう。